石ね、大きいじゃない、あいつはスグレビトだから、だから。スグレビト。寺田の真似してね、うん、でそれであれだよ、うん、それで拾い物になったんだけれども、それがね、うん、あのちゃんと現場で あったあの怠け者のしんちゃんのもう何にもしないあのしんちゃんがね、なんとか働いてんのかと思ってすげえ驚嘆したよ。そうだったんだ。さてあのしんちゃんと寺田さんは昨日あの声合わせて歌ってたけど、すごいあの調子が合ってたよ。すごいいい声だった。いい声だった。うん、よかったよかった。寺田さん、え、誰、しんちゃんが来なくなっちゃった。しんちゃんが、いや一回も来たことないよ。あ、そうなんだ。だからいい声だった。そこだよ、二人ともいい声だった。これはどうしたらいいでしょうか。すごいいい声だったよ。いい声だったんだ。ああ、いい声、いいよね。うん、じゃあその場でじゃ社長専務って任命すべきだったけれども、それやんなかったからおかしかった。しんさんを、だから前から寺田さんはしんちゃんだ、寺田さんは社長だって言っといたけど、レコード会社を作ったら、うん、さて、え、ちょっと待って、浅井さん、レコード会社作るの。いや、レコード会社つ、あの、それ聞いてなかったな、俺。いや、レコード会社作るんだよ。だからそれがね、あいつがすっごいうまかったよ。あの、あれ、石野と言ってたやつ、あの子。ほうほうほう。で、それで寺田が言ったよ。うん。確かな人間だって。さあって、これね、私ね、その日にね、石野さんにね、その、何の曲、ビートルズの曲聴いてたの、どれがいいですかって言って、あの CD あるでしょ、CD の1234567890って、私言いながらね、どれがいいか探る、それは、顔色見ながら言って、顔色は変えなかったけど、私分かったよ、サムシングがいいっていうことがね、サムシング。いいっていうことは、そういうと石野がそういうふうに言ってるっていうことが分かって、サムシングですね、じゃあこれ練習しましょうって言ったらね、これで意識が、これは違う、これでね、それ、なんか、これでと、意思が伝達で、これで伝達できるのかって、なんかそんなこと言ってたよ。で、それで、それからすぐ消えちゃったの。ほうほう。浅井さん。いや、だからね。浅井さん、メガネどうした。私がね、私が、その、に捉えたと思って、親が消しちゃった。うん。浅井さん、メガネ、レンズ外れてない、左。左、前からもうあれだ、1年間ないよ。いや、今日この前来た時あったよ。ないんだよ。いや、あった。いや、1年間ないんだよ。いや、この前来た時あったよ。ないの。ガムテープ、ないのか。ないの、1年間ないの。うん。こうやって、なくしたんじゃなくて、取ったの。うん。左目が、入ってると。左目、グラスどうなってんの、それ。両方。穴開いてんの、それ。両方、目が真っ赤になるの。で、それで、まず胴下げてみた。左を、下げてみた。うんうん。で、いらなくなったから、外した。そしたら目が赤く腫れることはそれから一度もありません。でもこの前レンズついてたよ。ついてないよ、いつもついてないよ、うん、もう1年間これついてない、うん、で右目も今外れる予定だけれども、うん、でも夜道で歩行者発見が遅れたら危ないから、うん、だから突っ込んだらおしまいだよ。そうだね、自転車でしょ。そうだよ、うんうん、だからそう、車はまあライトがついてる、うん、引かれる分にはまあ構わないかもしれない。だあんまり避けたいけれども、でも自分から歩行者に突っ込むのはまずいぞ、うん、だからちょっと発見が遅れたら困るから一応あれだ。そうだよね、メガネして。あ、そうだ、この前のビデオどうなったの。ビデオはそれからあれだよ。だからね、一応それはあなたと作った文章だけれども、それから、うん、それをあいつと書き直して、うん、一応私の本に載っける段取りにしといてる。あ、そうなんだ、うん、よかったよかった。さあ、これはいいんだけれども、うん、その今日の、その音楽を映すしんちゃんと寺田と、うんうん、寺田さんとじゃあ歌って光を出せるんだって映すだよ。で、歌って光を出せるんだって映すだけど、光はどこに出ることを映せばいいんですか。光、ビデオに光を映せばいいんだよね、俺は。いや、私としては歌ってる時にここ光見えるよ。でもね、うん、みんなに見えないよ。でもどうしたらいいですか。俺がカメラで撮ればいいんじゃないの。
そうですね、カメラで撮ればいいんですね、うん、歌ってる光が出たところを撮ればいい、いや光が出てるところを、うん、どんな光が出るんだっけ。いや今思ったのはね、うん、1センチぐらいの光だけれども、それってね、うん、あ今あなたに1ミリある。でそれこの前ね、うん、私ね、あの人、誰、竹村とカラオケした時に、うん、さ2メートルのさここがあるから、その2メートルの その機械をその維持するようにね、あのタップダンスを運営したよ。タップダンス、そしたら見事それタップダンスしながら歌ったよ。歌ってそれであの光を維持したよ、うん、さてこれちょっと違うかな、うん、あの時何を言ったのかな、うん、その光を世界に固定するように言ったんだ。光を世界に固定する。本当だから、あの寺田がいたから寺田の意識を固定しとしたんだ。ほうほうほう。でそれで、うん、寺田は光の出し方を覚えて、それから寺田はそのやり方で歌ってる。歌ってるんだ。昨日あのしんちゃんが入ったんだけども、それにあの。いや最初寺田が歌ったのしんちゃん見事真似して歌ったんだ、うん、でそれで、うん、2人であと光は3メートルぐらいになりました。それで映してくださいだ。 OK 分かった、うん、でそれさらに、うんうん、そのあれだ、あの寝たきりなのデブ様だけど、あれは何でしょうか。デブ様、じゃあ僕名前知らないの。もう何年も寝てるよ、そこに。デブ様がいるの。この前からカラオケって言ってんだけど、うん、全部すっぽかしたよ。どこら辺にいるの、デブ様。どこら辺にいるの。そこの、あの、第二庁舎の角から何、5人目ぐらいかな。都庁の方だ。そう、佐々木さんの隣。うん、うん、うん。デブ様とカラオケ行きたいね。じゃあ、あいつは喋ってるだけど、5メートルの光があるけど、私は知らないよ。うん。あれはそう、親の力ですか、何の力ですか、よくわかんないけど、あいつは間を、うん、自転車修理してくださいって3年前にあの自転車、壊れた自転車持ってったらね、うん、あいつが私は自転車に立ち向かうと思わなかったけどね、うん、自転車に立ち向かったよ。あ、本当、ということは、あの、なんだ、寺田も同じだ、寺田もと自転車、うんと、ここがこうの人は自転車に立ち向かって、あの見事なんですけども、うんと、それは、あ、なんか私この前その時にね、あの、うん、デブさんが直してた時、あのどっかの土建屋からあのあれ買い、あれ借りてきたんだ、モンキー借りてきたんだ。それがね、うん、夜の10時で土建屋でモンキーは私に貸しかったよ。あのモンキーって何。モンキーってここにネジ、あ、モンキーレンジだ、うん、そうで、それで、貸してくださいって言うの、10時に、うんと、うん、人の土建屋に入って言ったらね、うん、はい、これ持っててくださいって、それでね、うん、貸してくれたんだよ、うん、でも治んなかったな。でもね、うん、一応借りたっていうことにすごい覚えてるよ。うん、じゃあその時からあの光は維持してるの、あのデブ様。なるほど。それで、本当その、それがこうなったの。うん、あの、デブ、デブ様にカラオケに行きましょうって。うん、さて、あの、それで寺田を誘いました。うん、でも時間通りにデブ様現れない。寺だけは現れて、寺田の対象は待ったけど来ないからしょうがない。寺田とはカラオケ。うん、で、カラオケ見事だった。うん、さて次、デブ様としんちゃんと。うん、で、さて、俺、あの、11時に迎えに来るからってデブ様に言って、じゃあ分かりましたって言ったんだけども、うん、11時に逃げた。うん、で、寺とあのしんちゃんは来たよ。で、来たら迎えに、新宿まで来たの。代々木住まいだけ。で、これ、寺としんちゃん見事だったと。うん、デブ様の約束破り、これ、うん、で今頭が痛いと寝てました。うん、さて、うん、どうしたらいいかって、うん、さ困った顔してるんで、うん、さてこれは、うん、一緒にビデオに映しましょうって言ったんですよ。それで、うん、で俺は撮影をすればいいんだよね、ビデオの。でもデブ様がどういうふうに言ったのか私分かんないの。いいよいいよ全然。俺はビデオを撮ればいいんだよね。
浅井さん、俺はビデオだから多分ね、うん、あの寺田としんちゃんとデブ様と合わせて10メートルの光になるんだ多分ね。いやだからそれを撮ればいいんだけれども、それなんかおかしいぞ。うん、いやだからね、あのとしんちゃんね、前と5年か10年前はすっげえお腹が毎日空いてて、それはどうすることもできなかった。だって働かなくてずっと空眺めて暮らすんだから、だからどうしようもない、みんな映し出すわけにいかないから、みんな ご飯投げてたわ。みんな投げてたんだ。ここさて、うん、いい、大丈夫だ。みんなご飯投げて、何投げ与えてたらしょうがないの。だって死んだら困るんだから、うん、知り合いがそこで死なきゃ困るから、みんなギリギリのところに召し上げる。さて、あいつ今、さて、しんちゃん、この飯が全くないんやから、自分のあの筋肉を鍛えて、毎日鉄棒にぶら下がって、腕だけはこう。さて、飯は全然ありません。じゃあ、筋肉だけは。あいつはあの、それで筋肉作りが趣味だ。すげえ、こんなになってた。で、飯がないのに、あの鉄棒にぶら下がるやつなんかいないんだから。あ、すげえ、腕が落ちて。で、それは私にもぶら下がれって言ったけど、私言うと力がないんで、それで、その頃私やったらバーベルなかったから、ね、だからね、どうすることもできなくてね、しんちゃん、それはすごいね、と、いや、ぶら下がれ、ぶら下がれとか言うからね、私も帰って、キャーキャー言うてぶら下がったけどさ、うんと、あれだよ、しんちゃん、ほーとかね、あげてくれるけどね、うーんって。それは難しいんだよ。あ、私、腕が力が全然ないんだから、だからね。そのうち私もバーベル買ってきてこうやってやるようになったけどね、あ、しんちゃんがやるよ、やっぱりしんちゃん見習ったんじゃないかと思うけど、私元気なやつだったよ。で、今あれだよ、今これは腕立ての道具持ってきてね、やってるよ。さて、今竹村だけれども、竹村ね、その運動などしませんって言ってたけれども、これがね、あのこの頃腕立てに懸垂に、それにあれだよ、それにあれだ、スクワットだ、これやるとくものになってきたと。で、それであのさあ、歌声に光が出るようになったんだけども。歌声に光、だから、声が光った顔だ。だから、それは声が光と変わるっていうのは、あれだ、しんちゃん方と違うんだ。あっちは、生まれつきの、意識が光と変わるだ。声が光に変わるのは竹村だ。だから、要するに、声が光に変わるのを私は映したいんだから、だから、竹村の声が光に変わるのをみんなに教えていいのかな。これ科学者の話はどうなったの、そのビデオを撮って科学。じゃあしんちゃんとあの寺田と竹村で科学した方が良いで、それで竹村のやるように2人がやれば、それは見事なあの 声の光となって、で、それはじゃあ、未来世界だ。未来世界、そう、未来世界は、あの医療なんかなくて、みんな声でお互いに直し合ってるから、別に見えてます。そうそうそう、声より光、声、一番という病気に効くもの、で、これはあの全く医療は必要ないと。で、しかもあの、声に光が進んだら取れたら腕も元に戻ると。取れた腕が、だからさ、外科も必要なければあれだ、内科も必要なければあれ、声に光がすべて未来世界を作るんだよ。で、その声に光をさ、何月何日に出ましたら、それを映しておこうと。そしたら未来の人が、これを見て、声を光に何月何日に出たらしいと。で、これは出ましたと、これ映ってるんだよ。それはいいように思うんだけども、声に光っていうのは、まあ、一応私は声に光は、たくまが出てるって分かるの。さて、あなたは声に光が出たとしても見えません。どうしたらいいでしょうか。僕見えないですね。どうしたらいいですか、浅井さん。そこが悩みというか、本題というか、僕はずっと、まあ、あとしんちゃんにあの竹村が歌ってるところに踊らせれば、あなたは、しんちゃんの踊りとかなり的確に踊るんじゃないかと思う。昨日なんか振り回してたけど、すべて的確だったもん。だからそれによってあなたはその光を見ることができると。じゃあこれで映せると、これでいいでしょうか。映せるかどうか分かんないよ。いや、まあ、光はまあ見えることは確かと。光を見たいですね。だからしんちゃんが竹村に踊らしておいて、しんちゃんが、動かしておいたら、竹村
回としんちゃんに踊らせればさ、寺田の意識で見えるで、それで、声が見えるんじゃないですか、でこれはカメラに入る、なるほど。それをカメラに捉えることによって科学を5000倍発展させる未来世界の話。科学を5000倍は、科学の5000倍の話はあれだ。エネルギーを自在に扱えるということは関係ないですよね。科学者にも光が出されるということを科学者でしょうか。なるほど。そうしたらそれは、出した光を寺田に出してもらってそれはあなたのつてそれで科学者でしょうか。OK です、わかりました。それでいきましょう。あとこれいつ呼んでくればいいんでしょうか。はい、全員呼んでそのどっかで映せばいいんでしょうか。そうですね、僕が撮影しますよ。中央公園でいいんじゃないですか、新宿で。中央公園、うん、中央公園ってこれ難しいぞ。見物人に入ったら知らず意識を私は調整できない。なるほど、それは盲点でしょうね。いや、ラブホテル。ラブホテル。まあラブホテルは、いいかもしれないですね。あとはじゃあ、何も鳴らさないようにしといて、それであそこはどうでしょうか。カラオケ屋。あ、いいですね、カラオケ。でも周り近所の音が聞こえないように、昼間設定しなきゃなんですか。夜はガンガン聞こえてるなって。そうですよね。とか高いところは聞こえないですか。どうなんだろうな。あんまり行かないから分かんない。カラオケ、いや浅井さんよく行くじゃないですか。だけど私そういうよく言ってるけれども、でも周りの音が聞こえてるかどうかなんて、そういうようなことあんまり関係なしで私やってるの。だからそれは、本当でも今更が、音は大丈夫なんだ、体の意識は崩れない、そしたら隣から音が入っても別に構わない。カラオケ屋が よかろうと、もしくはラブホテル、そう、わかりました。それで行きましょう。さて、これ竹村なんですけど、竹村は仕事に邁進してまして、それで仕事ってインチキ気候科と、それから治療科をやってますけれども、マッサージやってる。マッサージ、指圧マッサージや。私も指圧マッサージやなんで。そうなんですか。だから私も15年もやったの、職人の指圧マッサージやな。あ、そうだったんだ、知らなかった。いや、だからそれに基づいて人が治る感じっていうのは、それに基づいてそれも病気が治る感じ。体悪い人は見ただけでわかるんですか。見ただけで分かる。僕の悪いところって、物体がここ、炎症がここ、え、いや、だから炎症は分かるんですけど、左の頭に血が上らなくて、右半身の筋力が脱力だ。で、そういうのっていうのは、いや、よくわからないけど、この前メグミルクに行ってパイナップルジュース詰めてきたの。すごい効くわ、パイナップルジュース。で、パイナップルジュースね。いや、そうやね、パイナップルジュースね、何かな、ひどい炎症の時にもパイナップルジュースと椎茸だけは効き目あるんだけど、あとは全滅するだ。なるほど。で、椎茸の方も褒めてきて、下田商人、これ4切れば、がんが治ります。4切れてがんが治る。
いや、毎日食えばね。だから、人って悪いものいっぱい食ってるじゃないですか。はい。で、その悪いもの食ってるのを打ち消すほどの力がパイナップルジュースと椎茸にあるじゃん。で、それは、すごい、だからね、私、この前パイナップルジュース、その、めぐみ族に行ってパイナップルジュースの販売元だよ。って言ってね、褒めた上に、さらに褒めまくったよ。さらに、そういうにね。パイナップルジュースで、ね、どうしたらいいでしょうかってね、質問したの。そしたらね、本に、私の本の後ろに乗っければいいっていう話だってね。これはいいお考えでいいなって、それでなんかそういう風になることになったらしいんだけど。え、浅井さんの本、めぐみルクが乗っかるんですか？え、どういうこと？もう一回。え、浅井さんの本にパイナップルジュースを飲んだ方がいいですよって乗っかる。あ、コーヒーがあります。これコーヒーうまいよ。あ、いただきます。ありがとうございます。あ、コーヒーまで。ありがとうございます。いや、このコーヒーうまい。はい。コーヒーね、これローソンのコーヒーだけども、はい、いただきます。セブンイレブンと、はい、ファミリーマートのコーヒーはまずい。あ、そうですか。あと、僕のコーヒーもみんなまずいけど、ローソンだけが奇跡的にうまく作る。はい。と、この前からこのコーヒーは、前のコーヒーはまずかったけど、ローソンの今回のコーヒーはすごくうまくいった。ほー。で、関係ない話だけれども、これってね、私目で見たら分かるんだけれども、これってみんなも目に見えるようになりませんか？誰もやらないよ。目で見えるようにどういうことですか？これがいいか悪いか、食っちゃいけないか、食った方がいいか、すぐ分かる。しかも、人の体に適したもの、言って、悪くて体の毒になるものが、すぐ分かるけれども、それって、ね、売られてるものの 98% が毒だよ。だから残りのその 2% を探さなきゃならないと。私 2% しか食べないもの。だからそういう目をそのみんなに養うっていう、それはあれが、そういうビデオがあれば、それは主婦のみんな一生懸命見て、で、それで、旦那と自分にいいもの食わして、子供にもいいもの食わして、それで世の中が良くなると。これどうでしょうか？ちょっと近いね。なんかちょっと変だな。いや、いいと思いますよ、すごく。そして私の本に載っけてこれでいいですか？そうですね。あ、それはすごいですね。世の中変わりますね。変わりますね。だからみんな食べ物は、例えばね、バターならバターとかね、ヨーグルトならヨーグルトとか、そういうその、これは菌だからいいらしいとか、そういうことになってるけれども、はい、実際に目で本がいいかどうかと、ここが一番大事なもんで、それはヨーグルトはどういう作用があるかと、これは全然関係なくに、トマトジュースはどういう作用があるか、これがトマトジュースは毒ばっかりだ、みんな。あれ飲んじゃダメだ。飲んだらダメですか？そうで、具合悪くなるよ。特にカゴメなんてひどい。すげえ猛毒だよ、カゴメの。ヤクルトとは野菜ジュース、あ、これはもうすげえ、これ、あんなもの飲んだらすぐひっくり返る。トマトジュースでうまくできてるのは、あと長野トマトジュース。長野。そう。ほう。あとはダメだ。ああ、デルモンテはやいいだ。ややいいんですね、デルモンテは。野菜ジュースはダメだ。トマトジュースはまあまあ。うんうんうん、どこ、長野トマトジュースはすごいいい出来だ。あ、そうですか。ええ。どうぞ、今度飲んでみます。うまいよ、それがすごい。うまいんですか、やっぱり。それで、うまいものとそのいいものがつながってるの。だから、おいしいものを探すには、いいものを探すのが一番。で、それで、だから、うまいものっては体によくできてるんだと思うんだけども。浅井さん、そういえば2日前なんですけれども、はい、アインシュタインが唱えていた相対性理論なんですけれども、そこの重力波っていう、その100年前に唱えられていた定説が、2日前に観測できたっていうニュースなんですよ。重力波について、どう思いますか？いや、重力波わからない。じゃあ、ちょっと待って、あなたはまた正しいこと言ったら、もう一回言ってください。重力波が2日前に観測されたんですよ。これ100年前アインシュタインが言ってたことなんですよ。どう思うのか。いや、誰か科学者が観測したんだ。おめでとうございます。ありがとうございます。よかったですね。よかったですね。よかった。あれが聞いたかな、あなたがインターネットに入れたのは。何が聞いたんでしょうね。よかったですね。それは嬉しいですね。よかったですね。はあ、いや、これはよかったよ。ありがとうございます。いや、私ね、あなたがインターネットを入れたってね、あいつに言ったんですよ。それが聞いたじゃないですか。なるほど。で、それで観測されたの。ああ、それは良かったですね。それは良かったですね。それは良かったですね。あいつは今、行方不明ですよ。電話にも出ません。あいつって誰ですか？
あいつってはあのと旦那と言われてる人です、私の。ああ、まだ帰ってこないですか。え、行方不明だ。マジですか。そう、電話も出ない。でもそれはもう どうすることもできないよ。探しに行くと足がついてるもんだ、どこにいるのか分かんない。例えばこう一番を目指してる人っていうのは何を心がけたらいいんですか。どこ、何についての一番ですか。あ、何についてもですね。例えば一番を目指してる学力とかスポーツとか。一番で世界制覇でいいですか。そうです。体力と食べ物ですね。お、食べ物はどんな食べ物を。だからその 2% の食べ物だけを食う。 2%？ だからリストを作ってもいいです。自分で見れる方がまだいいです。あ、食べて体にいい食べ物 2% しかないですか。そうです。悪い食べ物って何があるんですか。全部だ。だから米なら米、卵なら卵、それからパンならパン、これ全部。これダメですか。ダメだよ全部。 2% は例えばいいものはどんなのが。だから米でいけば、あのなんかこの前あのパパスで売ってたそのなんか人の顔が出た米、あれ良かったな。あれと卵があると100円ショップで売ってる6個の卵、他に卵はいいもんない。100円ローソンで売ってる卵、6個の卵、6個の、はい、他はダメだ。 あれも良かった。どっかあの、あのレンガレンガで売ってる10個の卵、あれも良かった、うん、あ、他にはないと。 そしたらあと何ですか。パンですか。パンです。パンはあれがなんか、なんだか熟成だかなんだかっていうあの奇跡的にいいあのパンがいいから、うん、あとは食パンだ。あとダメだ、うん、ダメですか。はい。でそういうようなものを選んで食べることと、うんうん、あとそれによってあの体力が増進してきて、その筋肉を使うと。飲み物とかは何がおすすめですか。飲み物、何について聞きたいですか。あ、じゃあ紅茶。紅茶あれがいいですよ。あの100円ショップで売ってる100円のダージリン紅茶。うーん、あと美味しいですか。やっぱり美味しいな。うん、あとは全滅だ、ほとんど。肉はどうですか。肉はいいの見たことがない。たまにね、でもね、あの新鮮な肉がいいかもしれないなと思うことがたまにあるけれども、うん、でもね、浅井さん肉食べないんですよ。食べない、うん、いいのはないですね、うん、だから多分あれです、切った瞬間に鮮度が落ちるんじゃないかと思うけど、どうなもんでしょうね。ああ、切った瞬間に腐るみたいな。うん、そうだと思いますよ。だから、うん、いいものはないな、うん、でそれであの魚については、うん、たまにいいものがある。ほう、だから100円ショップで売ってる100円のあの鮭が100円でこうレトルトされたものとか、サンマが100円でレトルトされたもの。100円ショップ基本的にいいですか。じゃあこのローソン系が最近良くなってきた、うんうん、セブンイレブンは全滅だ。おかずは確かにローソン健康をすごい気使ってるんですよ、ローソンの社長は。ローソンの社長っていう今あのあそこに売られたんじゃないですか、あのサントリー。あ、そうなんですか。今サントリーやってるんですか。いや、だからサントリー食われてるんだよ。だからこの前のサントリーに100円ショップの話を一生懸命してきたけど、多分助かったと思うよ。おー、あのなんかあのよったからね、はい、それにしたって100円ショップがね、私にね、そんなこと人に言うわけがないんだけどね、うん、それはサントリーに行っちゃってどうしようどうしようって、うん、いやそれは誰がですかって、いや社長がどうこうのしてたからすぐ行ってきた、うん、いやそれはだけれどもその、その確かにあのその社長だと思いますよ、そのセンスがいいのは、うん、その通りですね。あと体力作りが重要っていうことだったんです。サントリーもすごいセンスがいいよ、うん、サントリーのね、あの何だったかな、あのビールだ。ビールですか。ビール、青と白のなんだかって、ビール飲まないかわかんないけど、ビールすごい。あとサントリーのあのあれ飲まないですか。グリーンだから、でそれとあのコーヒーはあの、あ、ボスのブラックと、それとあのサントリーは割とあれだ、割と良い、うん、グリーンだから褒めましたよ。それで褒めてぐるっと一回した学校保健協会や、あ、森ビルだのぐるっと回ってきて、それでうんと褒めといた、はい、なんか方向が変わった。浅井さんをアイドルユニットに加えたいって言ってる人たちがいるんですよ。アイドルって何ですか。待って、もう一回言ってください。あ、ですね、今アイドルを募集してる人がいるんですね。
アイドルが結成されてるんです東京で。アイドルはいいかもしれないですね。あ、そうですか。はい、あの、で、それ、でもアイドルとそれ食べ物ですか。食べ物は関係ない。あれは関係ありますよ。あの、音による光、声による光。音楽とダンスやるんです。誰がやるんですか。ヌマップっていう、ヌマップっていうメンバー。いや、いや、その人方に光を教えればいいんですか。いや、ていうかメンバーを募集していて、浅井さんアイドルやらないかなと思って。いや、その人方に光を教えるなんてできますよ。プロデュースですか。じゃあ、もう一回言いました。はい、ヌマップです。その人はあとダンスと声からその光が出るように教えることができます。ありがとうございます。そうしたらその人方が踊って歌ってくれれば、はい、3年で良い世界が来ます。3年ですか。だからそのみんな見るんだから。なるほど。じゃあ浅井さんがダンスをと歌を教えて光を出せるようにしても構わないということ。やってあげますよ、無料で。ありがとうございます。あ、じゃあもし、その人方が、はい、こう現場に現れたら今でもやってあげますよ、はい。新宿の中央公園でいいですか、そこは。それはメンバー何人ですか。何ていう人、何ていう人がいいんですか。ですね、野田ゾーリ、佐田、野田ゾーリ、佐田、なんだっけ、リセラ、ポンちゃんっていう、今4人組の男性ユニットです。4人組だ。じゃあ声に光を出すことで密閉された空間が必要です。だからここ中央公園じゃダメだ、うん、でもあれ今日にでも教えてあげますよ。今日ですか。だって私時間がないもん。いつも空き缶に立ち向かってんだから。そうですよね。じゃあ空き缶1日何時間ぐらい拾うんですか。いやだからこれだって何時間って、15時間とか20時間とかそういう気違い方になってるんだから。あ、だからそれ4時間ぐらいしか寝てないんですか。いやだからその次の日に寝るじゃないですか。してまた起きるんですよ。これ時間が昼間の時間を全部潰す原因になってるんだから。浅井さん月にいくらぐらい稼いでるんですか、その空き缶拾いだけで。だから先日私の作る MPO 法人に、今日もっともなかった何も、MPO 法人に、はい、大都紹介、空き缶屋の、社長さんが、議事に入りまして、それで、賛同見ました。だから、その MPO 法人を、進めて、それで、回しながら生きていこうかとも思うんですが。うん、なるほど。今、空き缶拾いだけで、いくらぐらい稼いでるんですか。空き缶拾い。月に。いや、現金収入でいくと20万ぐらいなんじゃないですか。もうちょっとかな、よくわかんないな。ああ前なんか100万ぐらいって聞200万って聞いたんですけど。200万じゃないですよ。200万は、ね、10ヶ月やれば200万ですね。なるほどなるほど、うん、いや主観じゃなくてそれ収入、その人方が光を出せば他に依頼が来るでしょうか。他の依頼は分からないですけど。なんて言いましたっけ、その人方。ヌマップです。ヌマップ、ヌマップ。じゃあその人方が光を出せば依頼がどんどん来るんで、あなたは電話取っていればお金が儲かるだ。そうですね、間違いないですね、はい。あ、じゃあプロデュース第1弾第2弾ってどんどん続けていいんですか、これは。いやだから空き缶拾いよりははるかにいいや。そうですか。はい。はい、わかりました。だって、どんどん変われば世の中だって変わるし、あれだもん。空き缶拾いやったって世の中はなかなか変わんない。NPO 法人で今やっと頑張ってるところだから。そうですね。なるほど。いくらぐらい稼げますかね、このプロデュースで。その光の。ちょっともう一回言ってください。その、うん、4人の名前は何て。ヌマップです。その一般的な経済状況で今言うとすると、うん、それは光を出せるように変えたら300万あんたと私に落ちるです。300万？それ1回で300万ですか？
ちょっともう一回その人がって言ってください。私、アイドル苦手です。はい、もう一回、何でしたっけ、その人が。ぬ。一緒に言いましょうか。ぬ。いや、一緒に言っても分かんない。私、全然分かんない。ぬ。ぬですね。分かんない。全部言ってください。分かんない。ぬマップ。言ってみてください。ぬマップ。ぬマップ。その人方の経済状況はどうですか？貧乏ですね。じゃあ500万欲しいです。その人方を変えたら。500万欲しいです。いや。いや、200万、だから山分けだから250万ずつです。さっき300万っていう。だから、それは経済状況が悪いでしょ。だから。彼らからお金取るんですか？え？ヌマップから500万取るんですか？だからかその経済状況を改善してありがとうございますを取らなきゃまずいじゃないですか。だからそれで500万ちょうどいいね。なるほど、そういうことだったんですね。じゃあそれじゃあこれで改善するまで何ヶ月かかるかですか。どれくらい。もう一回言ってください、その人方。ヌマップ。ヌマップ。まあ常識的に言えば経済状況を改善するまで1ヶ月で、そしたら500万ちょっとだよ。500万ですね。はい。おお。それはいいよ。さあ機械よりはいいわ。でも、でも、いや、じゃあ連れてきてください。すぐやりますから。いいですね。いやいや、まだ分かんないですよ。その本人たちと話してみますんで。え？本人たちと。やらないでしょ、そんなもの。はい、まあまあ、あのビデオのビデオも撮らないといけないし、黙ってた方法はないですよ、帰りには、はい、んな言うたってダメです、はい、だから騙して鉢合わせにして、それで私が教えると、私に教えて教えるから。騙すんですか。そうですね、それしか方法ないですね。なるほど、わかりました。で、一人やそこへ行ってしまえばあとは騙さなくてもいいです。なるほど、はい、とりあえず連れてくればいいんですね、騙して。そうですね、人たちがそこに現れたら一気に教えますから。なるほど、スパルタン教育ですね。うん、騙してて、ちょっと待ってください。そんな、もう一回その人方言ってください。で、経済状況が悪い、なんていう人方ですか。スマップです。じゃあ、その人方みんな自殺しようかと思ってね、来るでいいですか。はい、何ですか。だからもう終わりだから、もう来ると。もう終わり。あ、せいさん、なんかこっち側もメガネ壊れてますね。反対側も。あ、せいさん、じゃあその人方の一人、もう一人の一人一人がもう終わりだと思ってるんで、でそれみんなにも映ってると。で、それで来ると、はい、これでいいですか。そうですね、はい、終わってるんですよ、確かに。じゃあ、それはいつやるんですか。まあ、次の水曜日ですか、来週日曜日ですか。ちょっと連絡が来たら、あの浅井さんにお伝えしますね。それは難しいでしょ。うん、じゃあ、その人あたりにどういうふうに変えるかをまず言わなきゃないと。誰に言うんでしたっけ。スナップ。スナップです。ヌマップ。ヌマップ。はい、ヌマップです。じゃあ、いい話がありますと、なんか連絡を入れとけば、それで自動的に来るな。そうですね。それでいいですね。はい。いや、なんか、他になんかいろいろあったんじゃないですか。前あったの、1週間前でしたっけ。いや、だから、結局、その、なんだった。あの、光のビデオを、その、声に光が乗るのをいつ映しましょうかだ。いつでもいいですよ、僕は。今行けますか。もう今からやります。今から移すんですか。はい、竹村いないですよ。竹村今仕事中だ。恋したってあれだもん。
うんと職業雇われ人だから出ないです。うん。あとの二人は本当遊んでるから大丈夫だ。捕まえれば捕まる。うん、声とちょっと待ってください。はい、声に光。この前そこの声に光ですね。佐藤さんという人がうまく歌ったんだけど、あれってね、みんな合唱団の中で足踏みしてたからね、こいつ自信あるんだなぁと思いながら聞いたけど、うまかったよ。いいですね。で、あいつ声に光出せるんだ。でもさ、私教えてないよ。さて、あいつに逃げられたけれども、さて、これはどうしたい。昨日は光山のようにあったよ。じゃあ、光を出したら教えてほしいだ。これはどうやって教えればいいんでしょうか。喫茶店に連れてって飯食いながらこうやって出すんだよって、あいつが喋った声について教えないですか。そう、それはうまくいかないよ。それにどんな声が光が出て、どんな声がダメな声なんですか。僕の声は何点ですか。光の吸収マイナス60点。だから光が出てないということですけれども。マジですか。だってあなたの声を光にすることに意味があるんですか。僕マイナス60点なの。あなたはプラス100点にするにはどうしたらいいかの質問でよろしいですか。そうです、そうです。じゃあデブ様とカラオケだ。下のデブ様が的確に歌えれば、私が指示した通りに歌えば、あなたはそうなるでしょうだ。僕はそのデブ様とカラオケするだけでいいんですか。いや、声 100% になりますよ。だから、あの人文学が得意だ。それであなたは文得意だ。これで2人ともこれ意思が通じて、それでそうなります。今100点出せないですか。少しでも改善したいんですけど。今改善したいです、僕。今変わりたいです、この場所で。マイナス60。だって私自分の声でさえいいと思わないよ。でもこの前竹村が私の声録音してたけど、それは驚いた。昔の声と全然違った。うん、ちょっと指導トレーニングしてもらいたいですね。僕マイナス60点嫌ですね。じゃあ うさぎおいしいって今歌って、それで私の歌い方を言って、あなたがそれを覚える、はい、これでいいですか。わかりました。はい、曲のタイトル名何でしたっけ。うさぎおいしいって歌ってみてください。なんだっけ。かの山。ふるさと。ふるさとですね。わかりました。僕今から歌えばいいんですか。そうです、はい。それで点数をつけてくれるってことですか。じゃあそれで歌い方言いますから、その 100点になった瞬間にそれであなたの記憶に入ると、はい、これで声が変わります。わかりました。いきます。うさぎを左側をこうねじってください。かの山。そんなにいかなくていいです。上げなくていい。このまま。こもっと前。どうすればいいですか。あ、いや、そうまでいい。そこでいい。そこでいいです。こうねじる。ああ、こうねじる。手首をねじる。違う、ここ前に置く。いう手が弱いから。行き過ぎてる。こう。だから、ちょっと待って、そこまで行きます。ああ、結構もうちょっとねじる。こう。嘘は、はい、そのまま、はい。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。大丈夫です、大丈夫です。手首を、そのまま、はい。これでいいんですか。ちょっと頑張りすぎてる。この辺。いや、手は頑張って、体をリラックス。手は頑張る。手はこう。これでいいですか。はい、OK、はい、そのまま。はい、いきます。うさぎ。左手、右手をちょっと引いてください。はい、引きすぎ。はい、そのまま、はい。かのやば、お、こぶなつりしか、つりしかのか。じゃあ真面目やってください。もう一息だ。今 98% ぐらいいってるよ。頑張ってください。98!100 位なんだけど記憶が来ないんですよ。ちょっと待ってください。準備があるんで、僕にも。こうすか。いや、さ、違うよ。もうちょっとねじんなきゃ。こうすか。いや、行き過ぎた。はい、こう。いや、もうちょっと指リラックス。もうちょっと肩頑張る。もうちょっと指丸める。いや、丸めすぎ。リラックス。
もうちょっと小指と薬指をリラックス、伸ばす、もうちょっと、ああ、うん、こう、あ、いい、うん、もうちょっと頑張る、あ、オッケー、はい、はい、でこっちは引く、いや今行き過ぎた、それでいい、はい、頑張ります、はい、歌ってください、はい、待ってます。今98だ、もうちょっと そうよ、まあ100人行かなきゃ記憶が来ないんだから頑張ってください。あ、でもそんなすごいですね。うさぎ、あ、今メガネありで言ったからメガネメガネありで、はい、言ったから、うさぎ肩の頑張りが足りない、左肩の、おいしかの山、あ、来た、はい、OK、 はい、OK で、もういいです、もういいです、はい、来たよ、そのままに出してみてください。普通にして。あ、はい。あ、うさぎを。歌わなくてもいい。普通の声で光出す。あ、普通でよかったね。はい。はい。あ、あ。声出たじゃないですか。お、光出てますか。出てる。ありがとうございます。いや、だから、こうやって 100% 来なければ記憶に来ないんですよ。はい、なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。なるほど。100点ですか、今。今の、あ、声が変わったじゃないですか。わかるでしょ。わかります。変わりました。なんでかわ、もうよくわかんないけど、あの人はなんかね、いいものを採用するんですよ、人の体って自然に、本当に全感覚と意識が。うん。すごいな。だから要するに人類の全員こうなればいいんだから、そのヌマップが歌えばいいんです。そしたらそうなります。なるほど。今、肩が悪かったんですか、僕は。うん。じゃあ早速そのヌマップをここに連れてきてください。今はちょっとすぐには難しい。いや、これってあの、沼の、いや、いや、でもつけてこようと頑張らなければその声取れますよ。リーダーの名前が野田ゾーリって言うんですよ。野田っていう名前です。いや、その人に電話すればあれですよ。それは一生その声は剥がれませんが。野田来ますかね。いや、電話さ、こんにちは、お元気ですかって。最近どうなんですかとか始まって、それからいい話があるんですけどどうでしょうかとか、うんとお願いいたしますってやればいいですよ。野田の電話番号知ってたかな俺。今電話番号知らないんですよね僕、野田の。じゃあヌマップのインターネットに入れて、それでいい話があります。あ、そうですね、いい話がありますって多分あのいっぱい行くと思います、連絡大丈夫です、はい。はい、やったから、なるべく早くした方がいいですよ。本当は私が帰ったらすぐ入れると、そうしたら声は剥がれません。うん、野田っていう名前はどう思いますか。何点ですか。ということは必然性は、あの人類のすべての声が光になるっていう方向に向かってんだと思いますよ。だからさ、私がね、あのそのそのあなたに急げって言って、私が帰ったらすぐ連絡してくださいとか言ってるんだから、必然性はそっちに向かってる。だから、あの未来世界でその変わる、その必然性が出てきてるんだっていうことですよね。未来が変わるんですか。そうですね。だからそれはあいつのおかげだ。あいつはこの前、私、科学者の話したから、で、インターネットに乗っかりましただから、それで、それが聞いてんだ。あれ、その、なんかあの、アインシュタインのなんだかとは、その重力波だかなんだかも、それもあれだ、観測された、それもつながってる。つながってるんですね。うん、未来に向かってる、うん。そうですね、未来は、未来に向かってます。なんか、未来に向かってるっていうインターネットを私とあなたで開くでなくて、未来はここにありますと、未来の兆候を書いておくと。なるほど。あ、そうだ、この前浅井さんの歌書いてもらったじゃないですか、覚えてますか。未来の兆候って、意識を操作できるじゃないや、未来の、じゃあ読み上げましょうか。ま、浅井さんが作った前回の歌、すごい好評だったんですよ。意識が会話となるだ、未来の兆候どっかに書いておいてください。意識が会話となる。あ、違います、違います、ちょっと待って、はい、メモですか。浅井さん、あのそうじゃなくて、あの前の歌が良かったって話なんですよ。浅井さんの歌読み上げますね。テレパシーとは、一
光を思い出に変換できなく、光を科学することです。空気のようなものでもない、水のようなものでもない、耳のないウサギ、目の真っ赤なウサギです。これすごかったんですよ、反響が。忘れちゃった、意識で会話できるだったかな、意識で。はい、はい。あ、じゃあ、新しい新作作りましょう、アツリさん。歌詞を。新作作りましょう、アツリさん。いや、今の何だったっけ、意識、未来の兆候、意識で会話できるでよかった。未来が来た、意識で会話できる、これでよかったのかしら。いや、違いますね。もっと深い感じでした。未来の兆候を書いておくべきだ。意識で会話できる。まあ、一応言えてるけどな。未来の兆候を書いておくべきだ。意識で会話できる、うん、もう少し意識を使って会話できるのだ。違いますね。意識とともに会話してくださそう。おお。意識とともに会話してくださそう。いいですね。これで声が光になるんじゃないかと思うけど、なんかもう一つ添えたら。そうですね、まだ足りないですね。もっと欲しいですね。何ですか、読み上げてください。意識とともに会話してくださそう。意識は太陽に向かっている。意識は太陽に向かっている。あなたの太陽って言った時が私が太陽って言う時と違うな。だからこれはどっちだ。あなたが正解、私が正解、どっちだろう。いいじゃないですか。あなたは正解、私は正解、どっちだろうは、いい言葉ですよ。書いた方がいいですよ。意識と共に会話してくださる。意識は太陽概念に向かっている。太陽が、太陽概念。太陽概念。意識と共に会話してくださる。意識は太陽概念に向かっている。うん、概念。いや、ちょっと待って。これ声に光を乗せる。あ、これは私みたいなモデルね。だから。ダメだ。私、意識を太陽として。いや、いいですよ、ゆっくり考えて。意識は太陽。斉さん、じゃあそれ、またインターネットに載せますね。意識と会話してください。意識は世界、太陽、概念に向かっている。もう一声ですね。時間ってどこか聞こえてくる。時間って何なんだ。時間ですね。時間聞こえてきますか。時間。前提条件がまずね。声
声を光にする、うんと全員私のようなものもだよ、うんと未来に何かを、うんと未来が来ましたと何かに書きたい、書きたいだ、声を光にするんだ、意識とともに会話して暮らそう。意識は世界体を概念に向かっていて、それは人間だ。おお。それで。ツイートしましょうか。もう一回言ってもらっていいですか。僕、全世界に発表するんで。何でしたっけ。また誰かなんか開発したらいいですね。うん。意識を。意識とともに会話して暮らそう。意識とともに、会話して、暮らそう。その後なんですか？意識は世界体を概念に向かっていて、それは人間だ。意識は、太陽概念。世界太陽概念。あ、世界太陽概念ですね。世界、太陽。概念に向かっていて、それは人間だ。それは人間だ。はい。それは人間だ。はい、ツイートします。はい。今世界の人に届けました。なんかよくわかんないけど、これ何だったっけ？未来が来ましたで、それで声を光にするだから。あ、声は光になったんだ、世界の。いや、本当かな。でもこうやって意識で半日で変わるから、だから、半日変わって外を見たときにみんなの声は太陽になってる。光になる。声は光だな。そんなことになってるのかな。なってないっすね。多分いやでも外にだって物が落ちるとともに物理世界はそのまま動くんだからそうなってんだよ。うん。答え出ますか？でも浅井さんが自分が神様だと思ったのはいつからなんですか？いやだからあなたの意識が変わったから寺田としんちゃんだけでいいんだ。そしたら声を光り一応映せるけど。浅井さんが自分が神様だと思ったのはいつからなんですか？でも映すことにあんまり意味を感じないよ。浅井さんが自分が神様だと思ったの。感じてるんだ。神様と思ったのは？はい、そうですね。いつから？19の時に神様だと思った。次、ちょっとその話をもっと聞きたいんですけど。あれはあれだよ。ちょっと待ってもらっていいですか？ちょっと一旦休憩しましょう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。